タケル様が故郷より持ってその枝を倒り、花をなくした床桜の木。ではまた。狼。ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。エマ殿に。おう。その桜は床桜と呼ばれるんですが。そうか。ですが何者かが床桜の枝をと、失われたものは持ち去られた枝にしても、今は手がかり先に他の子を集めること。御意。巫女様。おお、それが妙な形をしておるの。やはり祀られておりました。そうか、タケル。はい、そのかぐわしく、こそう書かれて。腰入れ、それは岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから、まあ、かぐわしく。クロウ様、あの場は。そう、かぐわしくとはそれを指しておるのやもしれん。狼よ、あとは我が血を流す術、エマ殿に。死にた。はい。巫女様の血を流す。何故。戦況に流布した血を果たす。そのためには。そう、確かに流飲の巫女の血ですが。不思議り。はい、こちらを。タケル様が知るさ。はい、不思議りならば流飲の巫女の身に傷を負わせ。分かった、これで不死立ちが巫女様にもおつ。はい、狼エマ。はい、どうじゃった。不思議りならばか。そうか、不思議りならば。はい、これで甲の材料はすべ。狼よ、御意。巫女様。
狼、不思議よ。うん。案ずるな。深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが、目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが、かぐわしく腰入れ立てまつる香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちはマジか。頼むぞ、狼よ。御意。Thank you.